今日は長野県上田市にあります上田ラーメン八さんにお邪魔しております。ご当地ラーメン王様中華そば、黒胡椒が効いた鶏からスープ。それではスープからいってみましょう。あれ、マスク取るの忘れてた。むむむ、むむむ、甘い。意外な感じです。想像していた味と違いますね。たくさんのネギの中から細麺がお出まし。うまい。具はざく切りチャーシュー、メンマ、ナルト、ネギ、海苔です。柔らかチャーシューからの、ご飯、うまい。スープがうまい。特製メンマからの、ご飯、うまい。ネギがいっぱいです。ニンニク、胡椒、しみしみ海苔からの、ご飯、うまい。はい、今日は上田ラーメン八さんにお邪魔しました。ご当地ラーメンということで、王様中華そばというものを出していらっしゃいまして、見た目のね、色は黒っぽい感じなんで、富山ブラックもこの前食べてきたんで、富山ブラックの味を想像して食べたんですけど、まあ実際にびっくりして、結構甘いんですよね。割とあの醤油だとね、珍しいと思います。多分長野のね、ご当地の醤油を使ってらっしゃるんだと思います。それでスープがまず甘くて、その後に黒胡椒が来るという感じですね。まあ、鶏ガラのスープのベースも効いてて非常に美味しいです。で、あとね、細麺でネギがね、たくさんありますね。すごくネギがたくさんで麺に絡まって美味しかったです。はい、また上田に行くことがあればね、ぜひ行ってみたいお店になります。はい、それではありがとうございました。ごちそうさまでした。